この際お分かりいたします。本日の会議、時間は議事の都合によりあらかじめこれを午後8時まで延長したいと思います。これに合意ございませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって本日の会議、時間は午後8時まで延長することに決しました。日程第14、議案第69を平成27年度松坂市民病院事業会計補正予算第5号を議題といたします。提案理由の説明を求めます。はい、内田市民病院事務部長。ただいま上呈されました議案第69号平成27年度松坂市民病院事業会計補正予算第5号についてご説明申し上げます。補正予算書の39ページをお願いいたします。予算第2条業務の予定量でございますが、第4号建設改良事業では医療機械器具等整備事業に699万9000円を追加し2億6781万1000円とするものでございます。また建物付帯設備整備事業では2682万5000円を減額し2億3832万円とさせていただくものでございます。次に予算第3条収益的収入及び支出でございますが、収入におきまして第1巻病院事業収益に2億6980万2000円を追加し95億1195万5000円とするものでございます。また支出におきまして第1巻病院事業費用に3億3379万円を追加し93億3471万2000円とするものでございます。40ページをお願いいたします。次に予算第4条資本的収入及び支出でございますが、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5億1174万6000円を記載の財源により補填するものに改めさせていただくものでございます。収入におきまして第1巻資本的収入を5183万円減額し7億8291万2000円とし、支出におきまして第1巻資本的支出を1982万6000円減額し12億9465万8000円とするものでございます。予算第5条債務負担行為の追加でございますが、事項に記載の契約について平成28年3月末日までに契約準備が必要になることから債務負担行為を設定させていただくものでございます。次に予算第6条企業債でございますが、記載のとおり医療機械器具整備事業及び建物付帯設備整備事業の限度額を改めさせていただくものでございます。41ページをお願いいたします。予算第7条議会の議決を経なければ流用することのできない経費は職員給与費を記載のとおり改めさせていただくものでございます。予算第8条高い経からの補助金につきましても記載のとおり改めさせていただくものでございます。予算第9条棚卸資産購入限度額につきましても記載の通りに改めさせていただくものでございます。予算の詳細につきましては補正予算基礎資料に基づき主なものについてご説明を申し上げます。49ページをお願いいたします。収益的収入及び支出の収入でございますが、第1巻病院事業収益で第1項医療収益におきまして外来収益2億5638万4000円の追加は1人1日あたり外来単価の増によるものでございます。第2項医療外収益におきまして高い系補助金557万8000円の減額は共済追加費用に要する経費等の精査によるものでございます。国権補助金190万円の減額は臨床研修費補助金の減額等で、また長期前受け金例入1998万8000円の追加は本年度の減価償却費の確定に伴う精査によるものでございます。第3項訪問看護ステーション事業収益209万9000円の追加は
医療保険収入の増によるものでございます。50ページをお願いいたします。第4項居宅介護支援事業収益254万3000円の減額は介護保険収入の減によるものでございます。51ページをお願いいたします。次に第1巻病院事業費用でございますが、第1項医療費用におきまして給与費4177万1000円の追加は実績見込みに伴う人件費の調整でございます。材料費で薬品費2億4359万8000円の追加は外来収益の増に伴うものでございます。経費で消耗品費1281万円の追加は患者給食食器等の購入によるもので、消耗備品費1559万3000円の追加は電子カルテシステムの更新に伴う応援機器等購入によるもので、委託料782万4000円の追加は検体検査委託料の増、医療機器保守業務委託料等の増によるもので、貸倒れ引当金繰入額138万4000円の追加は平成27年度の医療収益にかかる貸倒れ見込み額について計上させていただいたものでございます。減価償却費で635万6000円の追加は本年度減価償却費の確定によるものでございます。第2項医療外費用におきまして支払い利息で77000円の減額は企業債利息の確定によるものでございます。52ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の収入でございますが、第1巻資本的収入で5183万円の減額は第1項企業債におきまして5410万円の減額は工事費の精査及び入札による厨房設備購入費の減額でございます。第5項貸付金返還金におきまして227万円の追加は退職等による看護師就学資金返還金でございます。次に支出でございますが、第1巻資本的支出で1982万6千円の減額は第1項建設改良費におきまして建設改良費2682万5千円の減額は工事費の精査による減額でございます。資産購入費699万9千円の追加は資産購入費でパソコン等応援機器購入費の追加で、リース資産購入費では医療情報システムリース料の追加でございます。以上で平成27年度松阪市民病院事業会計補正予算第5号の説明とさせていただきます。なお付属書評の説明につきましては省略をさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。これより質疑を行います。質疑はありませんか。はい、これにて質疑を終わります。議案第69号は環境福祉委員会に付託いたします。日程第15議案第70号、松阪市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。はい、中井総務長。ただいま上程されました、議案第70号、松阪市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてご説明を申し上げます。本日お配りをいたしました議案第70号から第72号資料をお願いいたします。議会の議員の報酬の額並びに市長副市長及び教育長の給料の額につきましては、平成28年1月29日に特別職報酬等審議会に諮問を行い、同日および2月3日、2月17日の3回にわたり審議が行われ、2月22日に答申をいただいたものでございます。
答申につきましては、現行の月額で据え置くことが適当であり、また期末手当については、人事院勧告に準じて、平成28年度から引き上げるべきであるとの内容でございます。答申に至るまでの審議会の審議経過につきましては、地域の経済状況は回復基調で上向き傾向にあり、人事院勧告で引き上げ改定となっているなど、報酬等を引き上げる要素はあるものの、実際には業種間の温度差も見受けられることで、なかなか景気上向きの実感はなく、さらに厳しい財政状況を勘案すると、現行のまま据え置きとすることが望ましいといった理由により、特別職の給料および報酬の額については据え置きとされ、期末手当については、これまでの経緯も踏まえ、人事院勧告に準じるという結論が出されたもので、詳細につきましては、議案第70号から第72号資料に記載のとおりでございます。それでは、議案第70号、松阪市議会の議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正についてでございますが、追加議案書の1ページをお願いいたします。本議案は、この度の特別職報酬等審議会の答申内容のとおり、条例の一部改正を行うものでございます。条例改正の内容につきましては、第5条第2項を議案書に記載のとおり改めるもので、期末手当の支給割合については、6月支給分が 1.475 月から 1.5 月に、12月支給分が 1.625 月から1.65 月に、年間としましては 3.1 月分から 3.15 月分に 0.05 月分引き上げるものでございます。付則といたしまして、施行期日は平成28年7月1日からとしています。以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。これより質疑を行います。質疑はありませんか。はい。これにて質疑を終わります。議案第70号は総務企画委員会に付託いたします。日程第16、議案第71号、松阪市市長、副市長及び教育長の給料、旅費等に関する条例の一部改正についてお議題といたします。提案理由の説明を求めます。はい、中井出総務長。ただいま上呈されました議案第71号、松阪市市長、副市長及び教育長の給料、旅費等に関する条例の一部改正についてでございますが、特別職報酬等審議会の経過等につきましては、先ほどご説明させていただきましたので、省略をさせていただきます。それでは議案書の2ページをお願いいたします。本議案も特別職報酬等審議会の答申のとおり、条例の一部改正を行うものでございます。条例改正の内容につきましては、第4条第1項を議案書に記載のとおり改めるもので、期末手当の支給割合については、6月支給分が 1.975 月から 2.025 月に、12月支給分が 2.125 月から 2.175 月に、年間としては 4.1 月分から 4.2 月分に 0.1 月分引き上げるものでございます。また、付則第13項において、期末手当の特例として、市長と副市長の期末手当については、平成28年度の、1年間は現行の支給割合を据え置くこととしております。付則といたしまして、施行期日は平成28年4月1日からとしております。なお、教育長につきましては、新教育長からこの議案第71号の条例が適用されることとなりますので、よろしくお願いいたします。以上、議案の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
これに、はい、前田議員。1点だけちょっとお聞きをいたしたいと思います。今回ですね、先ほど麻生部長の方から説明があったんですけれども、市長、副市長の期末手当をですね、1年間、据え置くというような、話があったんですけれども、この中で、対外民主党にちょっと考えを示していただきたいと思うんですけれども、新聞報道ですね、就任して1年目、評価していただくところに至っていない、新しい姿勢の評価をしていただくために1年間据え置くという理由で、据え置きということなんですけれども、もう少し詳しく説明をいただきたいのと、それから、の2人のお二方のね、副市長の、も据え置くということなんですけれども、一緒の、考えなんか、これから、竹上市長がね、指導をされて、2人の副市長にね、あんたたちも僕に合わせてこうしなさいよって言うてね、指導されてこんなことになったんか、これから、自分独自でね、考えられて、こうなったんか、そこら辺もちょっとお示しを願いたいと思います。はい、竹上市長。今日初めて発言の機会をいただきました。ですね、まず報酬の話なんですが、私の経験上と申しますか、一般的な社会的に考えてですね、私はまだ就任して、10月の5日からでございますから、5ヶ月と少しと、山地副市長は1月1日でございますんで、まだ2ヶ月少しというふうなところでございます。そうした中でですね、期末手当っていうのは、一般的にはボーナスですね。ということはやはりそれまでの実績、そういったものに関して評価をいただいて、そしていただく性質のものだというふうに私は考えております。そうなればですね、まだまだ就任数ヶ月で、期末手当をアップするというふうな形はですね、答申はもちろん、尊重をしなくちゃならんというふうなことで思っておりますけれども、その期末手当自体をですね、アップするというふうなことは、どうかなというふうな形で、1年間は据え置きたいというふうなことで、実を言いますと、私とそれから両副市長、それから教育長、4名で相談をいたしました。どう思うというふうな中で相談をいたしましたところ、両副市長ともですね、そういうふうな形で、据え置くということに賛同をいただいたところでございます。そんな形で、今回は据え置くというふうなことで結論をさせていただきました。以上でございます。はい、前田議員。説明は説明で結構でございます。その中で私はね、別に下げることも据えることもね、別にいかがと思って、質疑を しとるんですけども、仮に竹上市長とね、竹上市長が5ヶ月山地副市長が2ヶ月のお仕事をされたと。で、何にもね、この新聞通りでいきますとね、全く実績をね、出していないんで、1年ね、様子を見てもうて、立派にね、仕事を全うしたら今度からもらいますよっていうような内容なんですけどもね、私は小林副市長はこれ別やと思うんですね。この新聞見てどうも考えとったんです私。だから小林副市長は26年の6月に2回目のこの場で副市長として私はもう手を挙げてですね、それで今までの実績からこれからのね、
まあ、仕事ぶりをですね、まああのまあ、豪商という名前のもとで三井さん担当でね、しっかりこれから仕事をしていってもらいたいもんで、副市長にね、ふさわしいと思って私は手を私自身はね手を挙げたんです。そう考えて、ですからね、小林副市長は1年間ね考え病んでもね、もう当然に仕事をしてきたんですからね、いや私の仕事を見てください、寝たらこれで1年後にですね、寝たら評価してください、じゃあ寝たら この分もらいますよって言ったらね、寝たら今まで仕事しとらんだんですかって私言いたいです。反対に今度はそこら辺小林副市長どんなお考えですか。私はもう何もですね、こんな嫌がらせで言うとも違うんですよ、うん、ね、竹上市長と山井市長はまだ年季が浅いですから、俺はまあねしっかり仕事して見てください、これはいいんです。小林副市長の場合は違うでしょうって僕は言いたいです。小林副市長。はい、どうも大変温かいお言葉ありがとうございます。ですね、本当に、まあ今前川先生がですね、おっしゃられたことというふうなところは大変私にとっては本当に嬉しい言葉でございます。ただ、私自身としましてはですね、やはりまずはその副市長というふうな立場はですね、やはり市長を支えるものであって、やはり一心同体であるというふうに私は考えております。でなおかつですね、実はその竹上市長になってからですね、給料がですね、今まで 20% 減でございました。それからボーナスに関しましては 50% 減でございました。でそれがですね、回復したというふうなところがありますので、昨年の10月以降からは 20% 減だったものが元に戻りましたし、それからボーナスに関しましてもですね、今まで 50% 減であったものがまた回復したというふうなところで、本当に過分な評価をいただいたのかなというふうに思っておりましたので、やはりこれはですね、市長としましてはですね、やはり一心同体で、やはり今の市長のお考えで、やはりまず今年度に関しましては、始まったばかりでございましてですね、その中においてですね、まずは、据え置こうというふうなお考えを示され、私も賛同しましてですね、喜んで、据え置いたというふうなことでございますので、ご理解いただければと思います。前川議員。小林副市長、その考えがですね、ちょっとね、どっか歯車狂っとるようなんですよね。別に今までね、20% か 50% 下げとったんが、元へ戻った、これはこれでよろしいですやんか、これはね、みんな戻ったんですから、それは3人とも、私は何もこの部分は言いません。せやけども、竹上市長のコメントの中にね、1年間、3人はですよ、仕事も年金も浅いしっていう、全く知らん人やったらそう取るんですよ、年金も浅いし、じゃあ寝たら一回1年間実績見てくださいよと、これから評価してくださいよという意味に取れるんです。でも小林副市長の場合は違うでしょ、前が以前からおるんやで、もう実績作ってきて、私らも26年の4月、同月に手も挙げて、副市長もう一回やってくださいよって言って、実績もこうってね、手も挙げたんですから、あなたは実績残しとるんです、ずっと。これで一緒の同感やって言ったら、だって今まで仕事しとらんでんですかって僕は言いたいですわ。これはこれでもいいですけども、また今度またね、しますけども、それからもう一点、竹上市長にお聞きします。仮に民間の会社とね、から行政とは全く違うわけなんですね。行政というのは新年度予算をね、組んだ時点でもう1年間のね、もう流れがちゃんと決まるわけです。で、3月の末になったら、これがね、さっきも、入札詐欺とかかんとかって言うとったけども、これが残らんようにきれいにね、前ことつこて評価もらうんです。で、一番初め3月に、新年度予算を組んだときにね、竹上市長も子育て日本一二小とか、いろんなね、いろんな事業をね、新年度予算の中に入れ込んで、私らもね、私は手上げやんだけども、みんな手上げとんですよね。ですから、もう決まっとんです、もう1年後も。
これに比べて民間の会社は4月からスタートして、決算済んで4月からスタートして、じゃあ、この1年間ね、あの売上何パーセント上げようかって言って、頑張って頑張ってしてね、これで3月の末に、あ、 120% の売上あった、あ、利益はようけ出たってね、これで、閉めて、これで、あの会社の社長が、じゃあ、こんだけ、給料上げますよって言ったら、これでいいんですけども、行政の場合はね、もう決まっとんです。それで大会市長はほな、あの1年末を拝んでも、もうこの新年度予算で皆が評価をしてですよ、私は評価してません、あの手上げ案なんですから、俺も仕方ありませんけど、言えませんけども、皆さんね、手上げて、この1年間は、あこんな事業をやってもらえるんやって、評価をしたんですから、この下げる、もらうべきじゃないんですかって私は言いたいですよ、もうこれで終わりますけども、本当に。はい、竹上市長。はい、まあ、この話はですね、私は期末手当をもらわんと言ってないでございまして、あげる分を据え置くと言ってましてですね、そこはまあ各人各用の考え方があるんだというふうに思います。議員言われるように、本日はですね、28年度の予算を、皆さん方に、通していただいたというふうなところでございます。ただ、まあ、それを使い切ればいいのか、要件残した方がいいのかというのはですね、これもさまざまな、やっぱりこれも各人各用の取り方があると思います。私から言えばですね、やっぱり、もう少しこう発生主義会計みたいな考え方を持つべきだろうと、いわゆる予算に対してやっぱりそれがきちんとですね、目的通りに執行ができるかどうかというのが大事でして、それなそこにはやっぱりですね、指標というものがもちろんいりますし、きちんと目標通りにできたかどうか、できるかどうか、まあ、そういうところをですね、見極めながら、予算執行をやっぱりやっていくということが大事だというふうに思っております。今後ともですね、皆様方の協力を得ながら28年度も予算執行をやっていきたいと思いますので、どうぞご協力のほどよろしくお願いします。他に質疑はありませんか。はい、これにて質疑を終わります。議案第71号は総務企画委員会に付託いたします。日程第17、議案第72号、松阪市教育委員会教育長の給与及び、勤務時間等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。はい、中井総務長。ただいま上呈されました、議案第72号、松阪市教育委員会教育長の給与及び、勤務時間等に関する条例の、一部改正についてでございますが、特別職報酬等審議会の経過等につきましては、先ほどご説明させていただきましたので、省略をさせていただきます。議案書の3ページをお願いいたします。現在、一般職である教育長の給与につきましては、特別職報酬等審議会の答申を受けて改正される特別職の報酬等を踏まえて、これまで改正されてきた経過があることから、今回も答申内容に沿った形で、給料月額については据え置き、期末勤勉手当については、人事勧告に準じて改正した一般職と同様、年間の支給割合を 0.1 月分引き上げる改正を行うものでございます。条例改正の内容につきましては、第3条、第2項を議案書に記載のとおり、改めるもので、勤勉手当の支給割合については、6月、12月支給分ともに、0.725 月から0.775 月に引き上げ、期末手当、勤勉手当を合計した年間の支給割合といたしましては、4.05 月分から4.15 月分に、0.1 月分引き上げるものでございます。付則といたしまして、施行期日は平成28年4月1日からとしています。なお、現在の教育長につきましては、この議案、第72号が適用されることとなります。以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
これより質疑を行います。質疑はありませんか。はい、これにて質疑を終わります。議案第72号は総務企画委員会に付託いたします。日程第18、議案第73号、松阪市消防団員、消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。はい、水井消防団事務局長。ただいま上呈されました議案第73号、松阪市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてご説明申し上げます。議案書の4ページをお願いいたします。本議案は行政福祉審査法が全部改正され、不服申し立ての手続きが審査請求に一元化されたため、本条例第26条の文言について改めるとともに、非常勤消防団等に係る損害賠償の基準を定める政令の一部を改正する政令が4月1日に施行されることに伴い、所要の改正を行おうとするものでございます。附則第5条第2項および第5項につきましては、年金たる損害保障の傷病保障年金または休業保障と同一の理由により、厚生年金保険法による障害厚生年金等が平給される場合の調整率が 0.86 から 0.88 に、また特殊公務災害にかかるものにつきましては 0.91 から 0.92 に改正されたことに伴い、本条例におきましても同様の改正を行おうとするものでございます。付則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行することおよび本改正に伴う経過措置を定めております。以上で説明を終わります。どうぞよろしくご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。これより質疑を行います。質疑はありませんか。はい、これにて質疑を終わります。議案第73号は総務企画委員会に付託いたします。以上で本日の日程は全部終了いたしました。3月24日午前10時本会議を開きます。本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でした。